以上をもちまして、あ、ほら、パパがいる、パパがいる、あ、健一郎だ、御嶽本村神社の祭礼を始めたいと思います。まずはじめに、御嶽本村の神社の総代、高木春夫より、ご挨拶をお願いします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました、本村神社総代の高木春夫でございます。今日は大変暑い中、大変大勢の方にご出席いただき大変ありがとうございます。今日は高野市長さんは大変お忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。それまた続きまして鈴木都議会議員さんも大変今選挙始まりましてお忙しい中、駆けつけていただきまして大変ありがとうございます。これより、高野市長さんより一言ご挨拶お願いします。ご紹介をいただきました市長の高野則夫でございます。御嶽本村神社の祭礼、まさに府中に夏の到来を告げる恒例のお祭りでございまして、多くの皆様方がお集まりで盛大にこれから巡行が行われているわけでございますが、心からお喜びを申し上げたいと思います。これからこの季節、大変暑くなってくるわけでございますけれども、今日はちょっと先ほど今日は少しいいねなんて話してましたが、巡行のスタートに合わせるかのように少し日差しが強くなってまいりました。ぜひアルコールでない水分を十分にとって、最後まで、無事にそして賑やかに行われますように、心からご祈念申し上げる次第でございます。なおここの神社の横に、郷土カルタの一つの区がありまして、飢饉を救った平右衛門というカルタの区がありますけれども、来年ですね、川崎平右衛門さんが、亡くなって250年という節目の年になりますので、市といたしましても、偉人のですね、功績をたたえ、注目をしていくような事業を展開するつもりです。お仕立てのこの地域に市民皆さんの目が集まってくるものというふうに思っておりますので、ますますこの地域が発展しますように、ご記念を合わせてさせていただきたいと思います。それでは皆さんどうぞ頑張ってください。おめでとうございました。どうもありがとうございました。申し遅れましたが本日の司会を務めさせていただきます年番の石川です。よろしくお願いします。続きまして、都会議員の金次様ご挨拶をお願いします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました都議会議員の鈴木金次でございます。本日は歴史と伝統のある御嶽本村神社の祭礼が大勢の皆様方お揃いの中盛大に開催され誠におめでとうございます。たくさんあると思いますがそれぞれの中で、一番最初ですので景気よく素晴らしい巡行ができるよう皆さんのお力をいただければと思っております。本日は、天候が天候ですがしっかりと水分取っていただいて素晴らしい巡行よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。どうぞお守りください。よろしくお願いします。どっちも長いからさ。